中弦は道教に由来する年中行事で三元の一つ。もともと旧暦の7月15日に行われていたが、現代の日本では新暦の7月15日または8月15日に行われる。この時期に世話になった人々に贈り物をする習慣を特にお中元とも呼ぶ。中弦は三元の一つで痴漢大抵の誕生日であり、 様々な罪が許される食材の行事が催される。また、痴漢大帝は、地獄の帝でもあるため、死者の罪が許されるよう願う行事も催される。中国仏教では、この日にそれを供養する、裏盆会を催すようになった。仏下しの目綱が毎年、ぼう供養した日とされるが、原始仏教には、それ供養の習慣はなく、中国で生まれた創作話であり、 日付も中元に不快させた後付けとされる。なお、インド仏教には、裏本という用語はあるが、これは、年中行事とは関係ない哲学的概念であり、行事としての裏本会は、中国起源である。裏本会は、中元と集合し、一体化した。日本では、裏本会は道教を通じて集合し、お盆の行事となった。江戸時代には、盆友と共に、 秋苗先や世話になった人に贈り物をするようになり、この習慣を特に中元と呼ぶようになった。日本以外では旧暦7月15日である。日本では明治の改暦により、お盆のように地域により7月15日、または8月15日となった。大まかに言えば、東日本では7月15日、西日本では8月15日だが、 全国的には7月15日が標準とされ、8月15日のお中元を月遅れと呼ぶ。ほとんどの地域でお盆と同じ日付だが、異なる地域もあり、関東地方の一部ではお中元は7月15日だが、お盆は8月15日である。ただし、贈答はこの日付ちょうどでなくとも、この日付までに遅ればいい。少々の遅れも格段問題とはされず、 月始めから15日頃までとうとされる。ご中元の贈り物世話になった人々や、仕事で付き合いがある人々に贈り物をする。江戸時代に風習として定着した。現代では、形式的な贈答を互いにやめる人、企業も多い。ご中元の市場規模は、約7821億円で、年々減少傾向にある。表書きの文面や、 季節の品揃えを別にすれば、聖母とおおよそ同じである。裏盆会と集合しており明確には区別できない。ただし、裏盆会は仏教行事であるためソレイ供養だが、中元ではソレイに限らず供養する。中元を称するイベントとしては、敏南で、中元祭が催される。キールンの敬老中元祭りなどが知られる。ありがとうございます。